イヤーサイエンタワーズです。変態先生です。ゆうくんです。ステイホーム、ステイホーム、ステイホーム。そう、台湾でさ、今どん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 便利になった。配達とか、そう、ワイソンが便利でしょ、うん、なんかいろんなお店がやってるでしょ、うん、で、まさかコンビニでも配達できます。コンビニ、うん、なんか台湾は一説によると日本よりコンビニの比率、うん、みたいなのが多いと聞いたことがありますね、うんうん、まあ、そうなんですか。そうそうそう、セブンイレブンとファミリーマートも真隣にあるからね。確かに、うん、で、その隣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 はまたセブンイレブンがあります。確かに。そう、はい、ということで今日の企画はコンビニの配達を検証してみよう。コラボしたのはフードパンダっていう配達アプリだね。これもともとあれですよね、ウーバーイーツとかと同じで、そう、それから食べ物を運んでくれるやつ。そう、うんうん、見て、カラフルの。おー、そうなんで、カラフルは何か注文して、うん、うわー、フルーツとか野菜とか、あとお菓子、牛乳とか肉、そう、種類がすごいな。ガサガサになっちゃった。お酒飲みすぎだよね。なぜ気持ち大丈夫なの。酒焼けがすごい。お酒とかも買えますか。お酒多分もちろん買えますかな。あ、検索できるけど。おおお。ない。なるほど、ないのかな。確かに。この配達でさ、なんか誰でもできるでしょ。多分、うんうんうん、なんか中学生未満、ね、未満の人が多分できないでしょ。タバコも多分できない。あー、そういうことか。そう、すごいすごい。ビールは飲めない。はい、で、今回検証したいのは、うん、コンビニです。そうだよね。今は、うん、お、ライフ、あー、ハイライフ、ハイライフがあります、うん、お、お菓子が立ちながって、あと飲み物、お、冷凍品シリーズ、そう、あと冷凍食品も、そう、冷凍食品、そう、餃子、本当だ。お弁当もあるね。すごい、本当にもうコンビニや。そう、買い置きをしておく必要がなくなりますよね、これ。確かに、チクチクあれば。そう、あ、うわー、あれがある。買いたい。そういうのも、そう、ちょっとなんか試してみたいですよね、うん、え、これ1個から頼めるってこと。1個、すごい。え、頼みたい。じゃあ1個。あ、でも本当に一通りあるな。そうですね、コンビニにあるものは一通り全部揃えましたので。これはすごい、うん、注文してみる。え、でもね、しましょう。でもね、ハイライフだけではなく、うん、OK もあるよ。お、見て、茶叶蛋、チキ、ハル。お、はいはい。そう、しかもここ、うわ、さつまいももあるよ。ヤンさん大好物。うわー、エクサドと、おいしそう。そう、多いな、種類。なんか、OK マードの方が種類が多いね。うん、うん、うん、そう、どうしよう。どっちにしようね。どっちしよう。オーケーいっちゃう。オーケーいっちゃう。オーケーいっちゃいましょう。じゃあ。オーケーいっちゃう。ゴー。選びました。うん。いろいろ買いましたね。あとで紹介しましょう。そう。はい。うん。最後は、ジエジャンがあります。うんうん。買い付けの意味。うん。パパーン。ジエジャン。チキンがない。あー。売り切れ。売り切れ。だから、うんうん、自分がキャンセルした。なるほどね。じゃあどうしよう。チキン。チキンっぽいやつ。私のかけちょっとこちらからエクタルド、OK、ある。うんうん、はい、OK。 じゃあこれで配達料無料なんだ。無料、これいいな。行く必要ないっていうことになるもんな。ですよね。本当に時間が表示されてんな。25分くらい。早い早いよね。そう、本当に来るのかっていう問題がありますから。確かに。ああ、じゃあオッケー。はい、待とう。来ました。すごい、なんかすごいちゃんとコンビニですね。うん、そう、これはコンビニのドリンクでしょ。うん、あと、はい、ドリンクだね。これ、はいはいはい、定番だ。そう、あとお菓子、うん、このカビオムレツのこのお菓子、ポテチ、うん、そう、ジュンちゃんのパンツ。あ、そうそうそう、やっぱりステイホームだからね。なんかパンツ合わないでしょ。合うわ。
洗ってんの、毎日洗ってんの。洗ってるのに、うん、ねえ、パンツ買う？パンツいっぱいあった方がいいでしょ。清潔なパンツで生活する。パンツはいいんだよ。そんなパンツの話そんなしなくていいんだもん。でも純さんってブリーフ派？いや、ちょっとブリーフ派じゃない。あ、売ってなかったんだよね。ああ、普段は僕のパンツですよ。いいんだよパンツ。いつまでパンツ。これどうですか、温度とか。ああ、冷えてる。あ、もともと確かに。あ、だからもう本当にコンビニのあそこからこう取ってきた感じだね。そうそうそう、なるほど。そう、問題は、うん、あったかいご飯がここにあるんですよ。これがあったかいかどうかですか。開けてみます。開けてみます。3、2、1。おお、ご飯が四角。どういう詰め方をしたんだろう。なんか冷凍のやつをそのままこうって入れてきた。なるほど。あ、うん、じゃあこれはあのお肉の部分じゃない。3、2、1。おお、おいしそう。牛肉かけご飯みたいな。そうやつだね。うん、じゃあカレーじゃないんですね。カレーじゃない、うん、じゃあ入れてみる。はい、お、3、2、1。おいしそう。ああ、お肉ゴロゴロ入ってる。ああ、おいしそう。おー、できた。できた。これあのスプーンとかついてんのかな。確かに。あ、これは入ってないね。あ、なるほど。ごめん、忘れちゃった。ああ、注文の時に一応つけることもできるの。そう。あ、なんか今は、うん、あの台湾のあの環境の意識が高いでしょ。ね、エコ意識。そう、エコ意識で、なんかあの配達の時ね、もしなんか押してないなら、あ、怒らない。なるほどね。必要な人はちゃんとチェックボックスをつけないとスプーンとかついてこない。ついてこない。これウーバーとかも全部一緒ですね。そう、うん。忘れちゃった。じゃあ食べよう。食べますか。卵、卵。卵もほかほかですね。そう。うん。とかにもな、ちゃんこ玉手もある。うん？うん？何？何？下ネタ？うん？なんか一体なんか、うん？下ネタ？どうした？うんうんうん。下ネタ？説明してもらっていい？そう？いや、なんか、そうだね、ちゃんこ玉手。なんでなんで？いや、なんかどっちかって言ってた。そう。変態病の感染したのか。今びっくりしたね。びっくりした。ね。ああ！びっくりしすぎて。これ使ってください。オーケーオーケー。はーい。じゃあ、うん。じゃあ私これ食べるね。はーい。ちょっと分けて。分けて。はい。あー。ゆうくん。あ、チャイだ、あれだわ。はい。これちょっと40点だな。あ、低い。これ味しみが悪いやつ来ちゃった。あー。多分上にあるやつを簡単に取っただけなんで。あ、確かに。いや、やっぱ。茶枝を自分で選べないっていうのは確かにちょっと寂しいね。確かに。茶枝のファンからしたらちょっとこれね、やっぱ自分のさ一番いいと思うやつを選んで食べるっていう、うん、あれがいいんだよな。こちらご飯どう？じゃあいただきます。はい、まずご飯の感想からいったら、やっぱり多分レンジチンされた冷凍ご飯見て固まってる。あ、ほんとだ、うん、固まってるね。そう、じゃあいただきます。はい。どう？あ、僕は好き、美味しい。美味しい。うん、でも分かる。なんか、うん、なんかレンジ食品、うん、分かるよ。けどこれあのご飯こうやって全部崩して食べたら、うん、全然食べれるかな。そう、美味しい。美味しい味。うん、本当に美味しいです。美味しい。食べたの匂いすごいするね。うん。いい匂い。いい感じです。じゃあこっちもいただきますね。一口。僕も一口。でかくない？つまるよ。つまらない。うん。どうですか、お味は。ルーレえ、でもさっき意外と見た目よりはちゃんと味入ってます。あ、なるほど、なるほど。でもね、実はこの、うん、結構デミリードあるね。うん、なんかさっきなんか他の2つものを注文したけど、うんうんうん、でもさっき電話したなんか売り切れって。ああ、確かに。あとはエッグタルトと、うん、あ、エッグタルトとスパゲティ売り切れだ。ああ、確かに、うん、ちょうど連絡来たのも30分ぐらい経ってるから、うん、そうですね。まあやっぱ対応にはちょっと時間がかかるなっていう印象は。うんうんうん、うん、
まあ便利だけどね。確かに便利したって。そう、うん、便利。家にいるだけで届きますから、ね。うん。そうそうそう。あとこれ今回僕ら紹介したのは、OK マートのであとハイライフマート。うんうんうん。他のコンビニはないんですか？今はまさに台湾のファミマもできますよ。あら、おお。そう。あったあった。あった。ちょっと見てみますか。オッケー。飲めるね。しかも50元から使えて。で、ファミマもできる。おお。そう。じゃあファミマのこのシリーズ美味しいよね。うわすごい、ファミマもいっぱいある。ママシリーズ。おにぎりも買えるよ。本当だ。すごい。すごい。これいいな。ロールパンも。サレータも本当だ。これもいいね。さすが大手。うん。品揃えがすごいですね。さすがファミマさん。すごい。すごい。うん、実は他のもあるよ、うん、なんか食べ物だけではなく、うん、例えばお花も開発できます。おお、しかも本物のお花だよ。ほんと造花じゃない。そう、すごい。だからもし皆さん、もし今日は記念日、うん、忘れちゃった、どうしよう、彼女が隣にいる、うん、どうしよう、どうしよう、フォト話しよう、なんかこうやって出てこりて、で、なんかあのちょうどなんか、うん、なんかビンポンでちょっと自分の開けてみようって彼女が。お兄さんが渡してくれた。自分で待って。パンダの人だって。そこが付き合っちゃうんだ。なるほど。まあでも確かにステイホームで家の中でこういう花とかさ置いてあると、ちょっとこう気分が、ね、うん、安らぐっていうか、そうそう、明るい気持ちになるし、そうそうそう、いいよね。いいよね。うん、そう、うん、他にはなんか携帯の、例えばケースとか。本当だ、ライトニングケーブル。そう、あ、どうしても家の中で折れてしまうこともあって充電できねえ。そう、できねえ。出かけるね。そう、これすごいな、注文したら、うん、すぐ。しかもなんか安いよね。便利でしょ。すごい、すごい。他に何かあるかな、うん、他にはなんか女性の化粧品とか。なるほど。うん、化粧品もあるし、見て。本当だ、化粧と美容。すごい、すごいな。そう、なんか意外と、うん、Uber Eats よりなんかフードパンダの種類の方が多い。うん、食べ物以外でいっぱいあるということですね、うんうん。まあ、もちろん日本でも別に、まあ、Amazon とかあるから、うんうん、その当然携帯用品とか買えるけど、まあ、やっぱり1日かかったりするしね。すぐじゃないよね、うん、これがすぐだから一番便利だと思う。素晴らしい、うん、すごい。だから多分台湾人だけではなく、うん、もしなんか観光客が台湾に来たら、うん、もし夜の時、例えば急になんか何々が壊れた、うん、あで、すぐ探せないよね、うん、で、まあ、なんかすぐこのフォトパンダダウンロードして、で、なんかネットで買おうかな、うん、うんうんうん、そう。これ別に、あれだもんね、配達来た時に現金払いもできるから。そう、なるほど。別にクレジットカードとか海外の登録してなくても全然外国人の人でも使える。うんうん、うん、便利、素晴らしい。皆さん素晴らしい、想像以上に便利だった、うん、お花も配達できる。いいね、うんうん、ちょっといつか誰の誕生日か忘れた時、うん、メンバーの誕生日で、あのフードパンダの方がこうやってハッピーバースデートゥーユー、そういう、そこまでやってくれる。そういうサービスはないよ。日本でもこのねサービスがもっともっと流行っていけばいいよね、うん、充実して。うんうんうん、はい、じゃあというわけで今日の動画はおしまい。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバーイ。この動画が好きならこのチャンネル